次です。鶴岡市黒川地区に伝わる国指定の重要無形民俗文化財黒川能の扇祭が行われました。扇祭は鶴岡市黒川地区に500年以上前から伝わる国の重要無形民俗文化財黒川能の最大の祭典です。昨夜は春日神社の御神体扇様を上座と下座それぞれの塔屋に分け、狂言や能を奉納、厄を払い五穀豊穣を祈る舞大地踏みや、沖縄が天下太平を祝福する四季三馬、それに能大社などが世を徹して演じられました。大地踏みのお子さんが小さいのにしっかりされててびっくりしました。受け継ぐ難しさを乗り越えて素晴らしい皆さんの息を感じます。会場には全国各地から多くのファンが訪れ、厳かな伝統の舞に見入っていました。